はいどうも、テキティです。は、え、い、っと、突然、ー m r うんちゅくん、はい、登用してきて、今回プラス7まで覚醒して、いろいろ検証してきましたが、まあ、ちょっと、まあ、このうんちゃんですね。運営さん、やや手抜いてきたなというような印象ですね。まあ、もちろん弱くないんですが、セーマールのインフレのスピードをかなり速いのかなと予期してた割には、伸びがいまいちだったと。いや、むしろちょっと今までのマーリンやブリュンヒルドに比べたら、まあ、同格かやや下ぐらいといったような評価ですね。最初に言っておくと。はい、ちょっと中身見ていきますか。まあ、その理由として、まずパッシブの部分なんですが、まあ、明確に今までのセー 周りキャラクターと比べてパッシブの優遇がなくなっておりまず攻撃力だったり HP のアップですね58%アップということで、まあ、ブリュンヒルドやマーリンに関してはここが65%アップと、まあ、明らかな優遇があったんですがこのウンちゃんに関してはそこら辺がないということで、まあ、明らかに抑え気味のステータスになっていることが分かると思いますで一応精霊覚醒なんかはあって、まあ、このウンちゃんがバニーいる場合味方全体が知力値かける2倍分の攻撃力ダメージを減少することができるとあいうよバニーいるだけで効果を及ぼすダメージカット機能があるんです がが、まあ、そのカットする対象が攻撃力受けダメージとということで、まあ、攻撃力ベース防御無視攻撃に対して固定値カットというまあ、ちょっとカットの仕方としてはあまりインパクトの少ないダメージに対するアプローチになっておりまあブリュンヒルドでいうと敏将ダメージマーリンでいうと筋力ダメージに対してダメージカットしていたので、まあ、筋力や敏将に対して固定値カットしていくのであればまあそれなりの効果は期待できますがこちら攻撃力ベース防御無視攻撃まあ数億とか数十億とか平気で伸びてしまうような攻撃パターンに対するステタスを使った固定値カットになるのであんまりカット とか期待できないんです、ね、はい。というところも私的には少し手抜かれているような気がしてならないですが、まあちょっとその前提条件を抑えた上でスキル見ていきますか。はい。まずパッシブ3で解放できる、はい、こちらのスキルですね。見ていきたいと思いますが、出陣時5ンの間、自身が仁義状態になって、状態上耐性が50%増加、受けるダメージが65%減少、攻撃力が50%増加ということで、はい、白バフの仁義キャラクターですね。まあ、これは古き良き、昔から馴染みのある白バフになっており、まあ古くは、ジョーガとか、まぁ、あ、対抗棒とか、まあ、そこら辺からある白バフになります。 まあ特にこれといって攻撃力が例えば100%上がるとか、まあ、声援もあるらしい爆発的な増加は見て取れませんね。まあ、状態上体制50%増加っていうのも現環境だと100%状態上体制無視していく中でほぼ合ってないようなものというぐらいの体制なんで、普通にデバフにもなっちゃうでしょうし、まあ、受けるダメージ65%はやや高めの設定になっているので、まあ、これはありがたいですね。まあ、ただ最近ではもう75%カットとか、そこら辺のダメージカットが当たり前の中、まあ、今回パッシブでのダメージカットですね。えー、この65%のみということで、まあ、やや心もとないかなということで、まず帽子 の耐久としてはダメージカット量に心配が残るスタートとなりました。はいまあ、ただ、一応この後、はい、毎ターン行動前、一旦の間、自身と知力値が最も高い味方1名が生後運搬状態になって、範囲攻撃のダメージが60%増加、はい。ということで、まずは火力アップ系の生後バフを自身と味方につけて、まあ、範囲攻撃の威力だけですが60、60%火力アップさせると。まあ、1.6倍ですね。あれ、これ昨日の更新情報の予測、当たりですか、もしかして。あれ、当たりか、これ。 あ,あ、違う、狂乱も付与するって言ってたな。あ、この部分は当たりですね。まあ、ただ、その後、更新情報で狂乱も付与するっていう調子に乗った発言してたんで、でそれはなかったですね。あなんで、テケテケ予想自体は外れですね。いや、惜しかった。 でまあこれ味方にも運ンつけられるんでパッと思いつくのは戦役で範囲攻撃をする超運だとか上杉謙信なんかにつけることで劉備、まあ、ちゃんがいらなくなるんじゃないかとあの育成が必要な劉備ちゃんがいなくなれば無育成のバッファープラスこの運中君くんのデッキで上杉謙信と組ませて戦役回せるんじゃないかってところですが、まあ、ちょっと1.6倍ぐらいの火力アップだとやや劉備には及びませんね劉備、まあ、がいるとだいたい上杉謙信の元の火力から見て11倍とか12倍ぐらいのダメージが暴走や蓄力や祝福とコブをか ねがけすることで出るんですがこのキャラクターの場合1.6倍上杉謙信の威力アップできるとしてまあ、祝福、蓄力、暴走にこの1.6倍がさらに乗っかるとしても、はいいだた7.68倍ぐらい上杉謙信の元の火力からの火力アップということで、まあ、リュービちゃん使った方が1.5倍ぐらい強くなるのでまあ、ちょっとリュービちゃんの代わりまではいけませんでしたね残念ながらなんで期待していた戦役への手こ入れに関しても満足いくものにはなっていないとまあ、とはいえリュービちゃんどうしても使いたくない人からすると選択肢として別に最適解じゃな なななくてても前種としてなしではないではいすが、まあ、ただ、リュービちゃん抜いちゃうと、ボス戦どうするのっていう話になっちゃうんで、これ、範囲攻撃にしか火力アップできないんで、ボスに対する連撃の部分には、この火力アップが乗らないっていう、まあ、指摘箇所が出てきてしまうので、まあ、結局はやっぱりリュービちゃんに頼った方が、現環境ではスマートかなと思います。まあ、戦役に絡みきれなかったところが、まず、今回一番私的には残念な部分ですね。で、毎ターン行動後、一旦の間自身が夢中状態になるということで、はい、これ、撃破されなくても、自動で攻撃終わった後、夢中に隠れるっていう、結構、隠れ性能が高いです。まあとりあえず ダメージカット量65%しかカットできませんが毎ターン無中に隠れてくれるのであれば罪悪制裁やベルダンディちゃんの白バフの軽眼だったり、まあ、この前のコーソンさんの捕虜なんかの対象にならない限り無中に隠れ続けることができるんで無、まあ、中対策がないデッキ相手であれば長期生存も狙えますが無比課金だとそもそも弱い子がすぐに退場していってしまって無中キャラクターーリンと組ますとこのキャラクターと2人で無中状態みたいな感じになって場に無中状態のキャラクターしかいない場合無中の効果っていうのはなくなってしまって普通に攻撃されてしまうので無、はい ハイカ向けの逃げ方ではないんですよね、あんまり夢中っていうのは。まあ、ハイ課金目線だと、たくさんいる強い副章の中にこれで紛れることができるんで、ハイ金の場合は65%ダメージカットと合わせて、なかなか生存力は高いかなと思います。ムビ課金だと微妙ですね、正直、はい。ただこの後、撃破されたとき4回まで復活可能ということで、まあ、復活回数はもう十分多いですね。でしかも復活後の HP も60%回復ということで、まあ、かなり高くなっておりで、しかも復活した後、毎回5ターンの間、人義状態とまた夢中状態に入って、はい、しっかり先ほどと同じ効果の神儀によるダメージ メッチカットだったり火力アップしながら夢中状態に隠れることができるということで、まあ、特に俳句筋側によればよるほどしっかり硬さと火力ですねの基盤は安定した状態で立ち回れるのかなってことで、まあ、決して弱くはないです普通に今までの純炎マールの基準に比べたら強いしタフだし、まあ、十分すぎる性能ではあるんですが、まあ、最近の精炎マールの流れからするとブリュンヒルド・マーリンと驚きの連続の中このキャラクターに関しては想定の範囲内かなと、はい、新たな驚きは特に提供してくれなかったような印象ですね 十分強いんですけどねその上でアクティブスキル見ていきたいと思いますがスキル1の方敵6名に対して800%の砲術攻撃プラス最大攻撃力100%の攻撃力ベース防御無視攻撃ということでまずこの攻撃力ベース防御無視攻撃に関しては最大攻撃力を参照にするので攻撃力というのは最小と最大の攻撃力の間で頼ゆたって火力が低く触れてしまうこともあるんですがこのキャラクターの場合は必ず自身の最大攻撃力を参照にするので一番強い攻撃力ベース防御無視攻撃が出せるというところがまず高評価でその上でこの範囲攻撃毎回攻撃 100の確率で敵の有益状態あるいは整合状態を2つ解除ということで敵6名に対して無条件で2枚バフを剥がしに行くことができるキャラクターになりました、はい、これまたメンバー限定動画でこのゲームに実装されている全整合バフ剥がしキャラクター比較する動画恒例でやってますが無条件でスキル1で2枚剥がしはなかなか ランクの高い聖後剥がしキャラクターですね。範囲に対して。大体条件付きなんで、スキル1でいきなり2枚剥がしできる範囲攻撃キャラクターっていうのは、ここはさすが精 m もある上位クラスの剥がし機能だなというところでしょうか、はい。ちなみにこの剥がし機能に関してはこんな感じでミスったとしても剥がすことができました。はい、ここもナイスですね。はい、ただ剥がす対象は聖後あるいは緑バフになるので、はい、こんな感じで上から2番目のあやめちゃんについている緑バフと聖後バフの3枚のバフのうち、 はい、緑バフも含んだ合計2枚を剥がしてしまう可能性なんかもあって、まあ、緑バフがデコイになってしまうような形で生後バフを保護することができたりっていう対策もできてしまうので、まあ、この点は注意ですね、はい、それぞれ2枚じゃなくて合計で2枚までしか剥がせないのでご注意ください、はいまあ、ただこの生後バフ剥がしをしながらこの最大攻撃力ベース防御無視攻撃の範囲攻撃はなかなか強力な攻撃でしかもこのキャラクター人技によって攻撃力1.5倍されていてさらに精霊覚醒によって範囲攻撃は1.6倍火力アップするっていうのがついてるんで、はい、ダブルで 火力アップでできるんです、ね、まあちょっとまた後でこのキャラクタースキル2でも攻撃力ベース防御無視攻撃やっていくので、まあ、スキル2まで説明した段階で他の副将ちゃんと攻撃力ベース防御無視攻撃の火力比較していきたいと思いますが、まあ、まずまず強いですねこの範囲攻撃も、はい、ちなみにこれ説明抜けていましたがこのパッシブの範囲攻撃のダメージ60%増加に関してですが、まあ、範囲攻撃の威力を上げてくれますが単位攻撃で敵1名を殴ればこれも火力アップできるのかどうか疑問に思う人もいるかもしれないので調べてみましたが、はい、こちらスキル1で まず範囲攻撃一発っていって716万のダメージを出した後この後このキャラクター同じダメージパーセントで連撃していくんですが。 はい、559万7801と、はい、敵に束縛もつけながら連撃していくんですが束縛によって1.25倍火力アップしてるにもかかわらず範囲攻撃の部分より連撃攻撃の部分の方が、まあ、火力が下がってしまっており、まあ、これ計算し直してみるとわかるんですがしっかり範囲攻撃の方に1.6倍が乗っかっているっていう計算結果になります、はい、敵1名でもちゃんと範囲攻撃として捉えてくれているということがわかりました、はい、なんでまあこの範囲攻撃の部分はなかなか敵1体だとしても火力が出せると、まあ、それを生後バフ剥がしながらやれるのはなかなかないですねでその上で範囲攻撃が終わった後最大 攻撃力が最も高い敵、まあ、敵の主力に対して同じダメージパーセントで6回集中攻撃を追加でやっていくと、はい、連撃に移り変わります。で、この追加攻撃の前100%の確率で4段の間、敵を罪悪束縛状態にして、罪悪束縛になると、束縛状態の副傷っていうのは火力が35%下がってで、その代わり受けるダメージが25%も上がってしまってで、クリティカルが出せる確率も25%下がると、束縛をつけることでかなり弱らせることができると。で、ちなみにこの束縛に関しては、はい、こんな感じで、範囲攻撃の部分にはつけることができず、 あくまで連撃の部分にしかつかないので、はい、敵の視力にしかつけられないってところを注意してください、はい、あとはこんな感じで束縛の付与に関しては攻撃をミスったとしても、はい、付与することができました、はい、でしかもパッシブでこのキャラクター状態上体性無視が65%増加するので、まあ、敵の視力を弱らせるって意味ではこの束縛一定の効果が期待できるのかなというところですね視、まあ、力一体だけですがこの束縛つければ人儀による65%ダメージカットと束縛による敵の火力35%減で合わせて大体77%ぐらいのダメージカットができる副賞に 進化すするんででで、まあ、これでやっとっっととていう感じですかねまあ、ちょっと束縛別に剥がれない束縛ではないので普通に復活のタイミングや致死ダメージ無視のタイミングなんかで剥がれてしまうって意味で、まあんまりこれによってんちゅうくんが硬くなるってことは期待しない方がいいかなと思いますね。でもであと敵の残り HP が50%より高い場合ダメージが倍になると、はい、書いてあって、まあ、最大攻撃力が高い敵の主力の HP がフレッシュだった場合にはダメージ倍でガンガン追い込んでいくような攻撃もすることができますがえこちらですね前段の範囲攻撃の方にも敵の HP が50%より高ければダメージ倍乗っかるのか調べて 見ましたが、はい、こんな感じで実際の映像を見てみると範囲攻撃の威力、はい、大体83万ぐらいのダメージから連撃の方の威力束縛付きとはいえ 200万のダメージということで、まあ、これは明らかに束縛による1.25倍の火力アップを差し引いたとしてもダメージ倍の効果が連撃の方にしか乗っかっていないことが分かると思います、はい、残念ながらこの強力な範囲攻撃の方にはダメージ倍効果乗らないんですね、まあ、せっかくこのキャラクター方針として範囲攻撃の威力1.6倍にするだとか人、まあ、技によって1.5倍もさらに乗っかるっていうような範囲攻撃なんですが肝心のこのダメージ倍が乗らないので結果的に連撃に比べていまいち伸びきらない火力になっちゃうというようなジレンマがあるんですねここ 注意してください全ての攻撃が終わった後味方6名に自身 HP 上限30%の HP を回復させるということで、はい、この回復量に関しては、はい、スキル1を打ち終わったとの回復量を見てもらうと自身と はい、首相ちゃんに対して全く同じ HP の回復量で回復しておりで、その量を計算してみるとウンチュ君の最大 HP の30%で回復しているのでこの回復に関しては運中君の最大 HP をより高く育成することで味方全体に対してその高い HP 回復ができると、はいうようなものになっておりまあ、特にデッキ内にいるあんまり強くない育成不十分な味方に対してはこの30%回復でも HP 全開まで回復してあげることができたりするかもしれませんねでさらに毎回回復前4ターンの間その味方6名を生後霊交状態にして霊交状態に なると、知力値かける2倍分の筋力ベース防御無視攻撃のカットができるようになり、まあ、味方全体が武将に強くなるという感じで、まあ、ここまで読んでなんとなく察した方もいるかもしれませんが、あまり積極的な攻撃側のキャラクターというよりは、敵の視力の火力を落としたり、味方の HP 回復したり、まあ、味方に火力1.6倍の範囲攻撃をくっつけたり、結構サポート寄りの性能が充実しているキャラクターであることが分かると思います。まあ、なんで、宇宙とかに隠れて長生きしながらメインサポート担当でやっていくキャラクターなのかなっていうところですね。で、火力もまあまあ,あると。 ああいうことで、まあ、ちょっと火力も見ていくためにスキル2見ていきますか。はい、スキル2の方、HP パーセンテージが最も低い敵4名に対して2回攻撃。はい、最近流行りの範囲連撃ですね。毎、まあ、回800%から2000%の砲術ダメージと、攻撃力60%から150%の防御虫攻撃。で、このダメージの推移っていうのは、敵の人数が少ないほどダメージパーセントが高くなるということで、まあ、敵が1名の場合には200%と攻撃力150%の防御虫攻撃。敵が6名の場合には800%と攻撃力60%の防御虫攻撃が出ますよということで、敵が4名であれば800%と攻撃力60%。 60%の防御無視攻撃が出ますよということで、まあ、高人数にも対応してますが、その場合には威力が薄まりますよというような攻撃パターンになってます。はい、もちろんこの範囲攻撃にも精霊覚醒によって得られている1.6倍の範囲攻撃の威力アップと人技による1.5倍の火力アップがかるんで、なかなかの威力になり、まあ、これ特に敵が1名だった場合2000%と150%出ますが、それも先ほど検証して分かるように敵が1名でも範囲攻撃という扱いになるので、え敵1名の時がかなりやばいですね。で、その上で敵を撃破できなかった場合、残り HP% が最も高い敵を 4 4回追加攻攻撃撃撃してて力値 ×20 倍と攻撃力200%のダメージを4連撃でぶつけていくということでまあちょっとこれに関しては敵を撃破してしまった場合には発動できないので、まあ、特にこれもまた無比課金だと弱い子なんかがデッキにいっぱいいて弱い子1体でも落としちゃうと肝心の強力な連撃の部分が不発に終わってしまうので、まあ、先ほどもちらっと話しましたがあんまり無比課金向けではなく副将が落ちづらい全員強い副将である配化金デッキとかであれば連撃まで確実に出していけるかなと思いますが金、はい、だとスキル2がただの2回 終わっちゃう可能性があるんですよ、ね、はい、そこをめちゃくちゃ注意してください。はい、で、あと、この追加攻撃の部分ですね。HP パーセンテージが最も高い敵に対して、知力値かける2 0倍と攻撃力200%の4回連撃してきますがえ、この攻撃に関してちょっと調査してみたんですが、はい、今回このうんちゅくん、知力値9 8390で、最大攻撃力、最小攻撃力揃えて、両方とも32 7081という値にして火力作ってきました。まあ、これで知力値かける2 0倍、攻撃力かける2 0 0のダメージが出た場合の合計ダメージっていうのは、368万 6,300になると,という予測になるんですが実際のダメージ見ていきましょう。 はい、スキル2の方で範囲攻撃終わった後連撃してきますが、はい、ここのノーマルダメージが出た場合ですね、はい今、ノーマルダメージ出ましたが、ちょっと巻き戻しましょう。今、私が話した368万6300というダメージそのまんまの値になっており、まあ、これ、つまり何が言えるかっていうと、この追加攻撃のダメージっていうのは、もう完全にこの知力 ×20 倍と攻撃力200%のダメージのみで構成されたダメージになっており、まあ、前段に書いてあった800%から2000%の砲術ダメージだとかのダメージは全く乗っかっていないので、砲術ダメージパーセントが一切この追加攻撃にはないんです。 なんでこれスキル1でもスキル2でも連撃するキャラクターに見えて、まあ、連撃もいける、まあ、特にボス戦なんかでボス1体だった場合必ず撃破に失敗するのでこの連撃も出るんで、まあ、連撃によるダメージでボスも突破できるように見えますがこの連撃の部分がボス戦ではあまり有効ではない知力値ベース防御無視攻撃と、まあ、やや有効な攻撃力ベース防御無視攻撃のみとなっており一番有効なこの2000パーとかのダメージパーセントで連撃できないので、まあ、特にダメージパーセントがスキル2で要求される、まあ、特にボス2ターンキルですねが強くないってところをマジで注意してください。まあただ 人ででははこののの攻撃というのはとても強力なので、はい、その上でこのキャラクターの知力値ベース防御無視攻撃や攻撃力ベース防御無視攻撃他の副将と比べてどのぐらいの威力になるのか比較していきましょう。 はいまずは攻撃力ベース防御無視攻撃の方ですが、こちら攻撃力ベース防御無視攻撃ができる副将のその攻撃力ベースダメージ倍率を縦軸に取ったグラフになっており、はい、これ敵・短期1体に対するダメージのランキングですね。見てもらうと、まず全てのコンボがうまく噛み合った場合の赤い山でそうとし直してみると、今回のうんちょくん、スキル1がこの1、スキル2がこの1と、まあ、スキル1の方は、はい、帽子で言うと、実はこれスキル1、上に存在する攻撃力ベース防御無視攻撃がおらず、はい、なかなか攻撃力ベース防御無視攻撃の威力が高いです。まあ ス攻撃とととしては、まあ、十分強いいかなというところですねで逆にスキル2の方は、まあ、やや落ちてしまいますがこっちはスキル2までの間にこのキャラクターに蓄力や暴走、祝福なんかをつけてあげればカスタマイズ可能なので、はいまあ、この位置でも十分強いですねスキル2も、まあ、ちょっとさっきサポート役みたいな話しましたが、まあ、十分火力担当としても担っていけるキャラクターであることがわかると思います。まあ、帽子だったら、まあ、かなり強いですねこの前のマーリンなんかがスキル2この位置ですからね。攻攻撃撃力ベーース防御無攻撃まあマーリンの本 高くないって話覚えてる方は覚えてると思いますがそもそも周りにそんなに強くないのであんまり比較対象として良くないんですが、まあ、威力としては、まあ、利子ぐらいまで狙えますよというところで残念ながらもあるとして火力面でインフレの波を飛び越えるような新たな突破を見せてくれるキャラクターではありませんでしたがとはいうものの現環境の中ではまずまず高いところということで、はいまあ、ここ評価分かれるところですね埋もれてしまってるのどうなのっていう評価だったり、まあ、今十分強いから取っとこうかなという,ような評価もされる方がいそうですね、まあ、現状では強いんですけど今月末だけでなく月な ただ、半ばにも CMR がこういうふうに実装されるようになったことを考えると、インフレのスピードさらに速くなるかなっていうふうに考えたら、私的にはややこれでも不満が残る形ですね。まあ、もちろん十分強いんですが、現状では。で、平常運転で火力が高く触れた場合の黄色い山でそうとした場合、スキル2がまたしても高い位置、スキル1もなかなか高い位置と。はい、火力いい感じですね。帽子でいうと、リシーがこの位置にいて、他帽子は上にはいませんね。はい、周りのスキル2がここと。であと、リクソンなんかもここにいますね。はい、十分強いです。で、十分強い上に、セイコバフ剥がしもできて、敵に。 に火力ダウンもできますからねもう正直、現環境では十分すぎる性能だと思いますね、はい。平常運転で低めに触れた場合の緑の山出そうとした場合、第3位と第5位ということで、もうこれも上張り付いてくれてますね。はい、攻撃力ベース防御無視攻撃いいですね。まあ、帽子だとリクソンがここで伸びてきてますが、はいで最後、全てのコンボがうまくかみ合わなかった場合の青い山出そうとすると第1位と、はい、スキル2の方が伸びてきました。うんちゅう君に関しては底堅いイメージですね、火力。まあ、特に人義と範囲攻撃に1.6倍の火力が。 ほぼ確実に乗るんでそういったダメージアップ系の要素が常に乗っかるって意味でそこが高いんですよねどちらもで説明抜けてましたがこれ赤い山の方ですねスキル1もスキル2もクリティカルが全段攻撃に乗っかった場合の威力になりますので,で実際にウンチュウ君の方は残念ながらスキル1もスキル2も直接的なクリティカル率アップの補助がないので自力でクリティカル出すのが、まあ、特に格上相手だとかなり難しく、まあ、一応瞬魂スキル2でこの後説明しますがの方でクリティカルが出る確率25%アップなんかはあったりしますが本当にわずかなもので、まあ、クリティカルが出 しづらいキャラクターなんで、まあ、火力防止の中で上の方にいるって話しましたが、はい、これクリティカル込みなんでそこ注意してください。実際にはまあ、平常運転って意味ではガクッとここ黄色い山落ちてるのがわかると思います。はいで、今敵短期に対するダメージランキング見ていきましたが、じゃあ敵範囲に対してはどうなの？って。ところで、このキャラクター範囲攻撃も得意なんで範囲攻撃の方の攻撃力、ベース防御無視攻撃ランキング見ていきますが、赤い山で第10位がスキル1。スキル2が20位以下ですね。まで落ち込みますが、まあ、下見ていくとこんな感じでかなりいる中での順位としては上の方にいるので、まあ、どちらもまずま。ず 範囲攻撃だと帽子だったらリクソンなんかがやっぱり強いですね。はい、この位置。c マルのライバルのマーリンは落ちてここですね。まあ、マーリンやっぱりあんまり火力高くないですね、はい。黄色い山でそうとし直してみてもなかなか高い位置をキープしており、リクソンがどんどん伸びていきますね、帽子だと。まあ、マーリンによって影子を剥がれなくなったリクソン、マーリンと組ませたいですよね、この位置。はい、そして緑の山で、はい、第4位と第6位、登ってきましたね。やっぱりそこがたいですね、はい。ちなみにここでリクソンが第1位と踊り出てきて、はい、最後は青い山でそうとして第3位と第8位と。 いうことでまあまあ範囲攻撃の方も十分強いです。 現環境でははいじゃあこのキャラクターの知力値ベース防御武士攻撃の方の威力はどうか見ていきたいと思いますがこちらがステータスベース防御武士攻撃ができる副将のそのダメージ倍率を縦軸に取ったグラフになりますがまず赤い山で見てみてえ残念ですが知力値ベース防御武士攻撃威力めちゃくちゃ落ちてあこれ溶液丸つけっぱなしですねえ今回のうんちゅうくんはこの位置ということでまあ、下から数えた方が近いですねまあ、このうんちゅうくんの知力値ベース防御武士攻撃はスキル2の最後の連撃の部分にちょっとだけ乗っかるぐらいになるのであんまり威力ないんですよねこれ溶液のスキル2の敵症値ダメージより低いっていうのは これヨウユキ今回結婚化して威力上がったって言っても臨床値ダメージリリース当初とあんまり変わってないんでまこれつまり2年前ぐらいの火力の水準ですからねこの位置でなんでうんちくんのスキル2の知力ダメージは大体2年前ぐらいのものあんまり期待しない方がいいですねなんでこっちのダメージは。 はいなんで、う宙ちくん目線で怖いのは、このう宙ちくんが得意な攻撃力ベース防御無視攻撃に割合カットで対応することができる、福将ちゃん相手だと、肝心の知力ダメージの方がそんなに強くないので、攻撃力ベース防御無視攻撃の方を抑制されてしまうと、一気に火力が落ちてしまうっていうところですね。まあ嫁返されだとか、まあこの前の溶液なんかもそうですが、攻撃力ベース防御無視攻撃に対してパーセントカットできる神髄共鳴スキル持ちなんで、そういう相手が嫌なのと、大、はい、で攻撃前100%の確率で2反対打敵を罪悪瞬婚状態にして、物理回心ダメージ、砲術回心ダメージを100%減少。 これもまた敵の火力を下げますね。で、敵が回心攻撃される確率が25%増加と、まあ、こちらのクリティカルが出やすくなる罪悪状態をつけていくと。で、この瞬婚に関しては、はい、こんな感じで攻撃をミスった場合にもつけることができました。で、瞬婚の特徴として、はい、今2ターン敵陣全体に瞬婚ついてますが、敵の行動後ですね、に関しても瞬婚っていうのはあの横にいる味方にどんどん感染していくので、はい、ターンが終わっても2ターンのまま残るんですね、こういうふうに。 呪術つなぎで、瞬魂状態の副将が並んでいる場合、永遠にターンが減らないという効果があるので、まあ、敵のクリティカルダメージが100%ダウンと、クリティカルになる可能性25%アップっていうのが戦いの最中ずっと続く可能性があると、まあ、感染力が高い罪悪状態になってますが、復活や致死ダメージ虫なんかで落ちたら剥がれてしまうので、まあ、聖書ナ納言の頃に私も一回検証して実際の対人戦でも使ってますが、まあ、特にこれも無微化禁体だと、弱い子なんかがデッキにいっぱいいると、この春魂っていうのは両隣の味方にしか感染していかないので、弱い子なんかで歯抜け状態になると、 感染力が一気に弱まってあんまり広がらないって感じになっちゃうんでまあ何回も言ってますがムビカキン向けじゃないんですよね春魂っていうのもはいそして全ての攻撃が終わった後4ター段の間味方6名を生後治療状態にして治療状態になると治療かける2倍分の治療口ベース防御虫攻撃をカットすることができるということではいこれ帽子に対して味方全体を硬くすることができるとまあなんとなくこれはマーリンのスキル1の治療口ベース防御虫攻撃からの封ーダメージに対する対策なのかなってことでまあこのキャラクター自身帽子なんですが帽子、はい、に対して味方全体をちょっ ちょっとだけ固くする機能を追加ししてきました、まあ、これはナイスですね対マーリンという意味では、はい、でさらに自身が人技状態の場合30%の HP 回復と人技のターン数プラス4ということで、はい、これ人技4ターンプラス毎回されるんで、まあ、おそらくこれをつけた理由っていうのは、はい、こんな感じで人技スキル2のタイミングで4ターンになっちゃうんでそこでプラス4することで、はい、8ターンになってターン終了から7ターンっていう感じで、まあ、その後一巡していって2巡目の6ターン目ですね、はい、また人技4ターンに落ちちゃうんですがここで はい神技4ターンプラスして8ターンからの7ターンという感じでまあ、永遠に神技を同じ単数でキープすることができてボス戦の間中ずっと火力アップの神器状態で戦うことができますよとああいうような対抗棒やジョーガみたいな神技キャラクター特有のボス戦の最中に神技の単数が終わって火力が途中から一気にダウンしてしまうってことはないので安心してくださいねっていうような意味合いが強いのかなと思いますねまあ、対人戦でも宇宙なんかで隠れて長期戦を狙うキャラクターなんでその長期戦の最中に神技切れちゃったら元も子もないので長期戦対応ですよというようなアピールがされてますね HP パーセンテージ、攻撃パーセンテージ、まあ、こちらが残念ながら、正 m r 基準ではなく、純 MR 基準の値ということで、まあ、マーリンなんかと比べると、明らかに低いことがわかると思います、はいで。防御力パッシブレベかけ300あって、この値は、はい、上から見ていって、この位置と。はいまあ、しっかり硬さはありますね、防御力で。であと、知力値レベかけ360この値は、はい、上から見ていって、この位置とで。下見ていくとこんな感じということで、知、まあ、力値パッシブ持ちの中では、しっかり、まあ、マーリンと同じく高い値をキープできてますね。はい、で体力値レベかけ260この値は、はい、上から見ていって、今回の、はい、なかなかです 出てきませんがうここの位置第69位第という順位ですね、まあ、これ紫色の太字で書いてあるものっていうのは専属武器で上がるパラメーターになっており、うんちゅうくん体力、専属武器からしか得られないので、まあ、ここも無備課金目線だと今、まあ、どんどん副勝がコロコロ入れ替わるようなゲーム環境下において、専属武器を作るっていうのが炭素機が一回使っちゃうと取り返しがつかないので、まあ、リスクが高くで、そこで耐久の要の体力が含まれてしまっているっていうところも、私的には評価としてやや下げてしまうところですね、無備課金目線だと。 他の帽子からお下がりで専属武器を装備させるってことがちょっとしづらいかなっていうような印象ですねはいで防御貫通に関してもこのキャラクター残念ながらレベル依存のタイプの優秀な防御貫通がなく固定値の1の防御貫通とあと専属武器から砲術防御貫通こちらも固定値で1000という感じで、まあ、あんまりダメージ通すのが得意ではないというようなキャラクターになってます あと、状態状態制無視65%がついて、こちらは上から見ていって、この位置と、まあ65%の値はよくある状態状態制無視の値ですね。はい。で、あと、神髄共鳴、スキルで筋力と攻撃力ベース防御無視攻撃に対して、知力 ×2 倍や3倍の固定値カットをしていくと。まあ、これも平凡なやつ。はい。で、このキャラクター復活 60%HP 回復しながら4回できますが、はい。こちらに関しては、なかなか優秀な値で、4回復活キャラクター、 まあ、血し虫キャラクターも含めて結構最近ではゲーム内増えてきておりこんな感じで10体ぐらいいますが、まあ、その中でも60%回復しながら場に戻ってくるっていうのは、まあ、かなり高い方になりますんでここはナイスかなと、まあ、特に落ちる時っていうのは HP が低くなってて HP が低い相手に対する連撃をする副将ちゃんなんかに狙われやすく、まあ、例えば復活後25%の HP 回復とかだと HP が低い相手に対する連撃をするキャラクターっていうのは大体敵の HP が50%倍より低い場合ダメージ倍だとかっていう風な殴り方してくるんで復活後も全然効果力で殴られて落とされてし まったりするんですが復活後50%より高い HP で場に戻ってこれるっていうのはその敵の勢いを殺すことができて何、まあ、な,なら60%も回復すれば味方全体の中で一番低い HP でじゃなくなって攻撃対象からそもそもそれることができる可能性があるという感じで、まあ、他の HP 低めの復活キャラクターに比べて連撃キャラクターに追い込まれづらいっていうような、はい、ただの4回復活のキャラクターではなく追い込まれづらい復活キャラクターになっているってところはめちゃくちゃ評価が高いです何、まあ、な,なら夢中に隠れますからねっていうか、まあ、こうやって細かく見ていくと耐久面させす がかなっはい、というて、新 CMR キャラクター、月半ば初実装のうんちゅうくん見てきましたが、まあ、率直な私の意見としては、無備課金のプレイヤーさんは、全くく焦らななていいいかなと思いますこのぐらいの強さであれば、まあ、もちろん、現環境、かなり上位に位置するぐらい強いキャラクターなんですが、突き抜けて CMR のインフレを加速させるようなキャラクターにはならなかったということで、まあ、廃課金プレイヤーの場合は、既存のデッキにいる副将ちゃんとの入れ替えしていけば、デッキが強くなるんで、ハイ課金のプレイヤーさんは、登用してデッキに入れてくプレイヤーさんも出てくる るかなと思いますがはい、無理課金目線だと正直そんなに焦って投用するような副賞ちゃんじゃないかなとこんなに強いんですが <laughs> まさかこんなことを言うことになるとは思いませんでしたがはい、私は思いました、はい、十分強いですよ十分強いんですが今後のインフレを考えたらもっと伸びてもおかしくない中インフレの波に収まったなというような印象ですはい、まあ、ただとは言ってもこのキャラクター声援丸なんで、はい、この後このキャラクター実際に登用してプラス7覚醒すでにしているのでまずは今日夕方に対マン戦映像を流したいと思いますが既存の現状の副将ちゃんたちと戦わせたらなかなか 活躍するとは思うのので、はい、対マン戦映像なんかもこ後後流した後あともう一本今日夜に分析後編動画としてこのキャラクターの戦碧だったりボス戦白戦や対人戦なんかの総合評価の動画をやっていきますので、はい、そこら辺まで見た上でこのキャラクターのどの部分が良くてどの部分が悪いのかどんどん浮き彫りにしていきますので対マン戦や後編動画も含めて楽しみにしていてくださいで明日は出戦もやりますからねはいということでまずはこのキャラクターに対する質問だったり追加の調査依頼なんかがあればこの動画のコメント欄に書いていただければ間に合えば後編動画の方で回答していきますので質問なんかもどしどし コメントの方よろしくお願いしますあとグッドボタンを押してもらえるとそれを横目にテンション上げて動画作ることができるのでてけてけ本当は今日マック食いたかったんだろうと <laughs> 慰めるつもりでグッドボタン押してもらえるとこの急な CMR の実装で忙しくなってしまった月半ばの私の気持ちが爆上がりしますのでグッドボタンよろしくお願いしますはいそれでは